はいどうも今回なんですけれども最近ちょっと動画の投稿頻度が落ちてて本当に申し訳ないです、まあ、今回ね乃木坂の大阪の全津に初日に行ってまいりまして、まあ、その帰りに背部入りでこちらの久保ちゃんの写真集ですね受け取ってきましたので久保、まあ、ちゃんだけの動画をちょっと撮ろうかなと思って撮っておりますこちらの久保ちゃんの写真集ですねはいもう本当に発売したてぐらいで背部入りで受け取りまして受け取る前にね 本屋さんとかでまあ通常版の表紙見て、あ、やっぱり通常版にした方が良かったかなとかも思ったんですけど、まあいざこれ、こちらのスブンネット版のが届いて、まあこれでもう全然良かったなっていう、やっぱ実際に見ると違いますね。これめちゃくちゃいいですね。でと、ランダムの生写真とか、ウェブでは本当に全然変えてなかったんですけど、まあ一夢、まあ、やっぱ水木と久保ちゃんセンターなんで、これ友達の分片方なんですけど、まあ2パックちゃんと、 まだ開けてのはないんですけど、ちゃんと購入しておりました。今回の全ツレクリアファイル、こちらの3名購入したんですけれども、時間がね、本当夜の19時とかに買ってても、さすがにね、まあ、これ最悪3人とも売り切れてるかなと思ったんですけど、まさかの全メンバーあったので、もうなんか今後、基本僕ね、グッズでクリアファイルが集めてるんで、別にそんなもう、朝とか昼から、ね、に買わなくても、もう、買える間際ギリギリに買えばいいかなっていうのは、なんか学べましたね。 はい。そしてですね、まあ、本日収穫してきた、久保ちゃんのなめ出しにこちらの9枚ですね。まあ、レアポに関してはね、もう、購入前からもう捨ててたというか、もう、集める気は特になかったんですけど、まあ、実際に7ック買って、座り寄りのレアポが誰も出なかったので、もう、ガンムシで、より中引きのみにこだわりました。こちらの赤コーデですね、より本当に苦労しましたね。30分ぐらいね、結構、これをまず大抽選で、もう中引きがあったので、大抽選で、 クボちゃんの赤のよりありますかって聞いてたんですけども、全然余ってる人もいないですし、持ってる方も全然見当たらなくて、ようやくなんとか引くことができましたね。僕が無事コンポ終わった後に、まあこれ結構あるあるだと思うんですけど、まあこのよりを余ってそうな方がもう、6、7人ぐらいお見かけしたので、あ、もうそういうもんだなっていう。あ、これ今日、集め切るの無理かもとかまで、ちょっと一瞬よぎりましたね。それぐらい、 なんかやっぱセンター待って人気が上がってなかなかみんな集めてる人多いのかなとかも悪い方に考えちゃってまあでもなんとかこの目標してた9枚集めることができたので非常に満足ですね。